行きますよ。よーい、カーン。ミリオンレーザー。やめろ。俺の力は人を守るためにある。先生の教え、俺には届いています。マルス、一体炎回復魔法フェニックスの箱の。マルス、なぜ私たちを。安心してください、俺は先生の味方です。詳しくは後です。まずはあいつを何とかしましょう。ああ、しかしあんな異常な力をどうやって。やつは無敵ですが、倒せる方法はいくつかあります。一つはやつの許容量を超える魔力を与え続けパンクさせる。もう一つはアンチ魔法です。お前、炎回復魔法フェニックスの羽衣、いけるか。ああ、こいつはすごいやつだ。何人かのクローバー王国の魔法騎士団とも戦ったが、こいつほど人を守り助けようとした者はいなかった。こいつは本当の意味で体現している。こいつこそが本物の騎士。こいつ、最初に戦った時とはまるで違う。殺人人形みてえだったのに、こんなあったかい気持ちのやつだったのか。研ぎ澄まされたでかい力と誰かを救おうとする固い意志、今のこいつは砕けねえ。終わりよ。まだだ。私たちの憎しみは消えない。俺だ、ファラ。本当にすまなかった。あの時一緒に戦う力がなくて外の世界で出会ってしまったけど、まだ始まってない。一緒に世界を見に行こう。残っている魔力、強化魔法で。今すぐさっきの強大な魔法を出せ。強大な魔法？しらきってねえでとっとと出せ。殺すぞこいつをね。それじゃあ一か八かの大勝負といこうか。俺ももう油断しない。遠距離から防ぎようのない攻撃を打ち続ける。お前の体がバラバラになるまでな。君の自慢の体はあと何発耐えられるかね。
そうな変身をしたみてえだが、そいつで一体何を見せてくれるんだ。なんなんだお前は。蹴落としてきたお前よりも高め合った俺の方が強い。ブラックメテオライト。ブレッ、お前みたいなやつが上に登ってくんだな。お前とだったら俺も一緒に高め合えたのかもな。元に戻った。くっしょー、みんなまとめて連れてくしかねえ。何往復でもしてやるぜこの野郎。その必要はない。お、うん、魔女。あ、ところでですね、ついでと言ってはなんなんですが、ここにいるみんなも直してもらえないですかね。その必要もない。何く、血液創生魔法鮮血の処刑場。お願い、本当にそんな力があるのなら私の魔法よ、運命を変えて。何これ。こんな形になるようにイメージしていないのに、なぜ。まさか発見したのか、運命を操る力。ならば試してやろう。ダメ。傀儡の血潮が溶けた。これは、これこそが運命を操る力。よくぞ目覚めたわね、バネッサ。この時を待っていたのに。血液魔法傀儡の血潮、これであなたもあなたの魔法も私のもの。さあ運命よ、私に味方なさい。血液回復魔法滅樹の血ごもり眉。こいつは